正義って最大公約数の利益、歴史とは人の綴った都合のいい過去帳、仲良きことは素晴らしきこととはいかないようで、ほんと横やりだらけ。葬り去られる善意を連れて私たちは船を捨てた。怒らえて蹴り上げた石ころ跳ね返ればダイヤモンドにもなる。すぐ手に入る夢なんて夢じゃないよ。でも必ず叶うと信じてるよ。くじけない君が好き。時あるならそばにずっとずっといるから。 You get funny 君らしく誇らしく向かってよ。夢中になった日々が夢のかけらさ。 You get funny そのかけらを集めて明日を目指す勇気。エンジンブロックと装填違法の最終チェックにあと3日。この後補充クルーたちの研修に10日はかかるので、最終的に2週間はかかります。研修なんていいよ。チェックが終わったらとっとと出航。それは無理ね。クルーの半数が残ったとはいえ、あれじゃ。そのための補充クルーじゃない。その辺は大丈夫だよね。はい、人格面では問題ありません。その代わり能力的に多少落ちるのは仕方ないかと。ま、反乱を起こされるよりはいいんじゃない。3番艦もあることだし。地球圏内の木星トカゲもほぼ一掃。さらなる大反撃に向けて連合軍の域ますます盛んといったところでしょうか。ここで連合宇宙軍第3艦隊提督ミスマル光一郎さんに。お、あんたいつまでテレビ見てんの。もうすぐお店開くよ。あ、だってお父様が。サボるつもり。はい、行きます。セブタ定食、味噌ラーメン、塩ラーメン、醤油餃子、チンジャオロース、はい、俺も味噌ラーメン。あ、俺も。あ、俺タンメン大盛りね。復唱します。そちらから酢豚定食、味噌ラーメン、塩に醤油にチャーハン餃子、チンジャオロースにホイコーロー、定食でいいですね。味噌味噌タンメン、そちらは大盛り。ご注文以上でよろしいですか。おー、やるね。でしょ、伊達に連合台の戦略趣味を主席で出てませんよ。あいつが人の役に立つの初めて見た。何言ってんだよ。ゆりかはなでしこの艦長として立派に。立派の結果がこれだろ。ま、俺たちの間抜けもあるけどさ、正義の味方になろうとしたら当の地球がお呼びじゃ。こら、ホットスープ見てたってダメだろ。さっさとラーメンの準備をしろ。おめえも皿洗いながらうろうろしてんじゃねえよ。黙っとけ。はい。変なもん叩いちまった。酢豚上がったよ。はい。ほら、どんどん出るぞ。はい。ほんと洗濯日和よね。日和？お洗濯するのにとってもいいお天気の日のこと。なでしこの中じゃ乾燥機使うしかなかったけど、本当はお日様で乾かすのがいいのよね。お日様の光と自然の風で乾かすとね。ほら、ふっかふか。やっぱりお天気の日はいいな。ね。あんたならいいかもね。ん？知ら。ちょっと、いや、かなり悔しいけど、地球人にもいいやつがいる。悪いやつも多いけど。はあ、なんとかみんなと連絡取れればいいんだけどね。なんで今頃事後報告なんてするの。なんか見る気しないな。調査には時間がかかります。それに連合軍も報告書をよこせとうるさいので。ま、
ネルガルの公式見解提出に際して会長の了解を取っておこうということね。うん、ゴートフォーリー、君の処遇についても考えないとね。うん、ま、近いうちに何とかしよう。で、連中の動きはどうなんだい？今更どうこう動けるとは思えないけど。あの騒動で船を降りた者115名、うち行方不明4人、今現在昔の職場に戻った者20人、なでしこに復帰希望してきた者13人、あとはそれぞれ潜伏中、監視はつけています。ま、連中の見張りは任せるよ。要注意人物が固まってくれてるのは楽だよな。ほんとよくこれで木星と戦ってたよね。でも、もしもの時は片付けちゃってもいいからね。なんだか穏やかなようで穏やかでないようですな。プロスさん、この本どこでしょう？プロスさん、1990年代の棚見つかんない。プロスさん、社内本に何で漫画が載ってんの？左遷というにはピチピチしすぎてますな。よし、私に任せて。ライチ、ライチル、ライチル、ライチ。ありがとうございました。ナチュラルライチを覚えておくがよ。この声、メグちゃんだね。正義など儚いものだ。許さないランプ、私はあなたを。地球は我々も君のものだ。はい、オッケー。お疲れ様でした。お疲れさん。めぐみちゃん。あ、プロデューサー。戻ってきてくれてよかった。はい。めぐみちゃんのランプータンいいよね。監督も喜んでるよ。よかったよ。ありがとうございます。お疲れ様でした。あ、マリちゃん。お疲れ様。あの、マリさん。ナチュラルライチを降りたい？いきなり舞い戻ってきた私なんかにこんな大役振っていただいて、プロデューサーさんとか監督さんには感謝してるんですけど、今のナチュラルライチなんか嫌なんです。戦ってばかりで。それは戦争中だからですか？だからってもう君なんていかにもな名前敵につけなくてもいいじゃないですか。こういう時だからもっとのんきで楽しいアニメが。なんで戦いアニメになっちゃったんです？でもそのおかげでランプータンってキャラができたんじゃない？めぐみちゃんのおかげでいいキャラになったと思うんだけど、めぐみちゃんは今のまま一生懸命お芝居すればいいのよ。でもその方があなたのため。エリナだってそう言うと思うな。お久しぶり、めぐちゃん。連絡ありがとね。驚いちゃった、エリナとめぐみちゃんが知り合いだったなんて。あの、お知り合いなんですか？ネルガルの全勢力を使ってあなたのこれからをサポートするわ。メグちゃんは安心して恋のお仕事してればいいのよ。いい？火星木星のことは一切他言無用。あなたはランプータンを一生懸命やってくれてればいいの。木訓編の視聴率すごいわよ。スポンサーとして鼻が高いわ。逃げようったってそうはいかないわよ。あなたたち元なでしこのクルーは本来なら犯罪人なのよ。私は めぐみちゃん、めぐみちゃん、ちょっと付き合って。え？ちょっと周り邪魔だな。付き合うのはめぐちゃんだけ。めぐちゃん、こっちだ。こっちだよ。ずっと見張られてたんですか？そうだよ、メグちゃんに限らず、なでしこのクルーたちには可能な限り全員ネルガルの監視がついてるようだ。可能な限り？現在逃亡中ってのやつも結構いるみたいなんでね。その場合は監視というより探索、捜査って感じ。滝秀子さん叫ぶ。滝秀子ひー、滝秀子ひー、滝秀子ひー、うんうん、滝秀子って誰だ？聞いても無駄だよ。こいつが使えればみんなと連絡が取れるんだけど、思い金がな。ネルガルもバカじゃねえから、思い金を都合よくいじくり回しちまっただろうな。こいつを受け付けねえってことは、まあルリルリじゃねえけど、なでしこはなでしこではなくなっちまったな。隠して俺らクルーもバラバラですか？まあお互い第二の人生楽しく生きようや。ただし監視付きだがな。いつまで続くんですか？そうだな、秘密が秘密でなくなる時じゃねえか。謎は明かされ、木星も地球も仲良くなって、共に浮かん見果てぬ宇宙。
何ですかそれ。戦いが終われば仲間となって新しい世界を築くべく協力し合うってのが漫画映画の王道なんだが、まあしょうがないわな。ですね。よろしくお願いします。見てくれは良さそうだな。10年早い。あ、とはいえ100年早い連中がでかい面下げてでっかい店構えてるご時世だ。十分だよ、合格だ。本当ですか。合格。親方、ありがとうございました。逃げるのはやめたようだな。え、逃げてますけど、相変わらず。バカ野郎、自分から逃げるのをやめたってことだよ。よっぽどいい師匠についたんだな。はい。これでお前も立派なコックだ。あなたも物好きね。なぜ残ってるの？契約は残ってるし、なんとなく。逃げそびれたかな。子猫の世話もあるから。そうだね。ネルガルが書き換えてきたプログラム人格を重い金に演じさせるのに手間取ってしまいました。コンピューターがお芝居してたの？はい、でも重い金は人の真似が嫌いなので説得に苦労しました。変なの。皆さんにこれだけはお伝えしたくって。ナデシコは生きています。ルリルリ、そんな格好して寒かったんでしょ。そこん、はい、でもこのスーツをホーメイさんに借りてからは大丈夫です。私ってしぶといんです。ルリルリが笑ってる。昔ナデシコを君たちの船だって言ってた人がいました。今そんな気持ちしてます。この船は私たちの船です。そろそろ仕込みの量を増やすかね。皆さんエプロンを着替えます。着替え、はい。エステバリス点検。いいねいいね。ゆべしくるめしやるべし。聞いたみた。どうする？行く。行く行く。はっきり言って驚いたぜ。一昨年追い出したお前が突然前戻ってきた日にゃよ。しかも女4人も連れてきやがって。僕男なんだけど。俺はお前のチャーハンを信じるぜ。看板娘たちがいなくなるのは店としては損だけどな。あんたたちも元気でな。おじさんも元気で。仕事真面目にね。僕はどいてた方が絵になるよね。このままでいいわけないから、俺が俺である限りは。ミスター、どちらに？決まってるじゃないですか。ナデシコですよ。通してもらえませんかね。いや、参ったな。ちょっと無理するけど、重いかね、よろしく。さ、参りましょうか。はい。ほんと、皆さん、すいませんね。ブロックのシャッターが勝手に降りてる。コントロールできないっすよ。あ、開けない。え、おい、開けろ。というわけで、行くぜ。了解。
ナデシコが増加？マスターキーを抜かれた船に何ができるんだい？ナデシコのコンピューターから各システムに侵入。混乱に乗じて何人かの元クルーがドックに侵入した模様です。混乱など一時的なもの、連中は飛べないんだよ。マスターキーはこっちにあるんだから。一本取られた。ゴートホーリー、ただのコチコチかと思ってたらなかなかどうして食えないやつだったよ。だった？マスターキー持って逃げちゃった。はーい、はめまーす。ごちそうさま。もう早く来ないかな、リョーコのやつ。さて、本番はこれから。各地に点在するみんなを迎えに行かないといけませんし、もちろんその前にあの方たちにも来てもらわないと。おやじ、ゆで卵。おやじ、おかわり。おりゃー、畜生、こっちが攻めねえからってよ。ダメですよ、リョーコちゃん。短期は損期、平塚までもうすぐじゃないですか。なんか調子狂っちまう。ノート、私、ラーメン屋さんでもいいかなって思ったりしてたんです。あ、ラーメン屋さんをアキトと、私は町で評判の美人な看板娘、アキトは若いけど腕のいいコックさん、小さいけど評判のお店。でもアキトは嫌みたいです。私もやっぱり嫌だって。アキトにとっても私にとっても大事な船だから。よし、行くぜ艦長。はい、君たちの安全は保証する。全然安全じゃないだろう。助け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 、泥棒が来ない。くそー、君たちの安全は保証する。市街地でも発砲するのかよ。着いた艦長。オッケーです。遅いよ涼子。遅い遅いよ、暗い道。ただいま。へいお待ち。すぐ出発します。皆さん、配置についてください。ディストーションフィールド展開、補助エンジン始動。遅くなりました。通信管線開きます。めぐみちゃん、これよりみんなを迎えに行きます。まずは進路をアキトのところへ。変化脇、重力波ビーム圏外移動中。人が攻撃できないと思って。いいじゃん、どうせ悪者なんでしょ。やっちゃえやっちゃえ。人殺しちゃダメ。バッテリーは持ってあと30分。とにかく逃げるしか。エネルギーが回復してるよ。アキト、お待たせ。ずいぶん早かったな。あなたのために急いできたの。あんた、また女の尻追いかけに行っちまうのかい。ごめんなよ、俺には友が待ってる。メカニックとしてのこの俺の腕を必要としている友がな。今度はいつ帰ってくるの？だから明日かもしれねえし、10年後かもしれねえ。しかし、きっと帰ってくる。いってらっしゃい。ったく、相変わらず使い方が荒っぽいな、お前たちは。先生、しょうがねえじゃん。これからも頼むわ。こちらこそよろしくな。高度 200km、 どうかな。これより大気圏を抜けちゃいます。前回はここでミサイルの雨あられだったか。防衛システムには中止コードとなりましてね。ほい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 っと。通信衛星を利用して防衛システムに暗号強制入力。午前発射線、防衛システムに中止コードが入力されました。なんだと。こちら宇宙ステーションさくら、デルフィニウム部隊発進できません。ナデシコ、高度3万 km に達しました。ビッグバリア作動しません。
乗組員総勢103人。これからどうします？艦長。もちろん行きます。ユキナちゃんのお兄さんのところ。お兄ちゃん待ってて、愛しいユキナはもうすぐ行くからね。当てはあるな。北西の方向に行けばきっと会えます。まあね。行っちゃったわね、なでしこ。人格はともかく最高の人材ってキャッチフレーズは本当だったってことさ。しょうがない、何はともあれ僕らも準備だ。カキツバタ、いけるよね？え面白くなってきたよ、僕らにとっても彼らにとってもね。ね、ドクター。ずっと探してた、今巷で大人気のテレビアニメ熱血ロボ劇ガンガーのイベントが決定。その名も劇ガンガー祭りだ。通称劇祭。詳しいお問い合わせは劇祭実行委員会まで。電話番号はなでしこ00123の劇ガンガー。というわけで、正義の味方だ劇ガンガー、愛してやまるぞ劇ガンガー。劇ガン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 ガー。